与党も野党も茶番大軍拡に対しては43兆円パーンみたいな人々に対する投資があまりにも少なすぎるじゃないか泥棒と協議してんじゃねえよみたいな状態になっちゃってるでしょ今<う>一番が頑張ってない政治の影響により多くの人々が貧乏にさせられてるっていう状態 れいわ新選組共同代表の櫛渕真理です。えー、与党も野党も茶番で、えー、懲罰を、えー、受けた櫛渕でございますけれども、えーあ、ありがとうございます。これ、はい、これ、これはですね、国会の本会議場、よくテレビで映ってる、えー、っと、全員で、えー、っと、採決するような場所で、くしさんがこのようなプラカードを掲げたと。与党も野党も茶番。はい、これ、どういう意味だったんですか これはちょうどあの防衛増税、この法案の時にですね、防衛大臣に対して不信任案。 が出たんですけれども完全に賛成で通さなきゃいけないじゃないですか。絶対こんな状況の中で防衛増税を認めちゃいけない。で、しかも世論もですね、それほど残念ながら盛り上がってなかったですよね。もう5年で43兆円というもう倍増という防衛費。しかもその中身はアメリカのいいねで武器を買うと爆買いするというような法案なのに、しれと法案が通す、残りそうだったということで、え、令和新選組として 絶対反対っていうのはもう声明でも上げてたんですけれども、採決の時にしっかり国会の中で何が起こってんのか もうしれっと通したらそのまんまスルッとみんな知らないうちに、えー、増税、えー、それが武器にみたいな話になるわけですから、それはいかんということで、えー、体を張ってでも止めようということでですね、まあ思い切ってもう足は実は震えてたんですけれども、えー、与党も野党も茶番、えー、戦う野党の復活と、えー、今日はどうぞよろしくお願いいたします。まあね、さっきのあのプラカード掲げたっていうのは43兆円の大軍拡を行うんだっていう話なんです。で、中身ほとんど決まってないんですよ、はっきり言ったら。アメリカから爆買いすることと、国内のミサイル長射程の どどんどんんこここれ作ってっっっっっってて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 配備していこうってことしいいいいううととか決決まままなな中身が詰まってないのに43兆円っていう額だけはバンと決まるでです短い期間で一方で、少子化が問題だって言いながら、専門家の意見では、8兆円今投じる、その必要がある。そう言われながらも、全然その内容決めないんですよね。で、子供の予算、えー、の時だけは、えー、財源をどうするんだみたいな話ばっかりでも停滞して。で、結局3兆円程度しかつけないって。最低でも8兆円いるってものに対して、3兆円程度しかつけないんですよ。でも一方で、今言ったような、 軍学に対しては43ーンパーンみたいなこれはもう何やってんだと。人々に対する投資があまりにも少なすぎるじゃないか。だから30年景気が悪い国になってんだよ。みんなの生活底上げするっていうことに対してもっと金出させろと。これを大問題にしなきゃいけないんだってことで野党が塊になって戦う場面になったんですけど、なんか野党は結構物分かりがいいんですよね、なんか。一応戦ってる風味ではあるんですけれども、スッと通しちゃうと。それじゃまずいだろってことでプラカード掲げたらどうなったかって言ったら、除名の一歩手前まで行ったんですよ。除名ですよ。 銀4段階あるんですよ、ね。4段階。4段階、うちの3番目ですよ。4番目が除名、あの、例のね、ガーシーさんと同じ除名になるかどうかなってすごい注目されましたけど、一歩手前、3番目でした。でも、注意もなしに、いきなり3段階別ですからね、3段飛び。ひどいですよね。イエローカードとかそういうことじゃなくても、いきなりレッドカードみたいな話になったっていうことですね。でも待ってくださいよ。裏金で、不記載で裏金になって、ポッポないない3500万円以下は、無罪みたいな状態になってるじゃないですか。あいつのこそ懲罰しなきゃダメでしょどうも 人々のためにおかしいじゃないか、もっと戦えよ、野党もっていうようなことを言ったものが、除名手前まで言っといて、やつらは無罪放免というか、もう新しいルールのもとちゃんとやっていきましょうねみたいな、泥棒と協議してんじゃねえよみたいな状態になっちゃってるでしょ、今、おかしな話なのよ、皆さん。というようなことを、皆さんとこれからやり取り、さまざまな、ね、分野に対してやっていきたいなという思いでございます。で 政治のことについて口出しする何かしらものを言うっつったら。 なんかこう空気が読めない人みたいな扱いを受けることが結構多いんですよね。で、それで得するのは誰かっつったら、政治に対してみんなが口出ししないということで好き放題やってきた人たちが、これ一番嫌がるんですよ。みんなが物言い出すのが。この国のオーナーは皆さん、国民の方なんだから、オーナーが国の運営、何かしら口出すって当たり前なんですよ。それをもっと広げていきたいな。みんな政治のこと何かしら喋って当たり前っていう社会的空気を広げていくっていうのが一番の目的なんです。内容は何 についてデモするかって言ったら経済なんです景気悪いから30年景気悪いんですこれ先進国で たった一つ日本だけ。例えば賃金で見てみたらこんな感じ。アメリカ、カナダ、フランス、ドイツ、イギリスっていうのはずっとこれ実質賃金上がりっぱなしなんです。物価も上がってるけどそれを上回る賃金上昇があるねっていう状態がずっと続いてんの。最低賃金1時間2000円超えるとか普通みたいな。そんな世界。日本はこの一番下。めり込みそうでしょ、もう。地面に。そんな状態なんですよ。30年この状態の先進国って日本だけなんですよ。これ誰のせいなん日本人が怠け者違いますよ。政治が間違い続けてるっていう。それだけなんです で、どれぐらい貧しくなったかってことなんですけど、こちらです。こちらご覧いただいているのは、所得の中央値。高い所得、低い所得、全部並べた真ん中。真ん中の値、所得の真ん中が25年で131万円も下がってんです。多くの人々が貧乏になっちゃってんです。 無くちゃでしょ生活苦しいのはあなたが頑張ってないからじゃないのかなみたいな空気の中で一番が頑張ってない政治の影響により多くの人々が貧乏にさせられてるっていう状態。さらに見てみるとこういうことです。厚生労働省の調べ2019年コロナが来る前生活が苦しいそう答えたのは全世帯の54.4%ボス世帯で86.7%コロナ来る前からこの状態この状態にコロナが来て物価高まで合わさってるこれこのままいったらどうなるかって言ったらもっとえぐい地盤人化 貧困が拡大する以外ないんですよ。だから何しなきゃいけない景気を良くしなきゃいけないんです。えー、賃金が上がるような社会を作ってまいります。うん。国会の中でよく聞きますね。賃金上がっていく社会を作るためには何をしなきゃいけないか景気を上げるしかないんです。株価が上がってるとかそんな一部の話じゃなくて、実体経済。この景気を上げていくためには、消費を喚起する。これ基本中の基本。つまりは、みんなが使えるお金を増やすんです。あなたが物を買ってくれたら、それは誰かの 給料に変わっていくんですよ。例えばここにリンゴジュースがありますと、あなたが120円30円で買ってくれた。120円30円どこに行く？まずはリンゴを作った。果汁農家。そこにもお金が落ちる。この紙、パッケージを作った業者にも落ちる。これを売ってる人たちにも給料として落ちる。これを運んでる人、輸送費としても落ちる。あなたが払ったお金は消費したことは回り回って誰かの所得になっていくっていう循環を拡大していく必要があるんですよ。どういう政策ですか？っつったらものすごくシンプル減税。あなたの負担を減らして使えるお金を増やす。社会 保険料減減免負担を減らして使えるるお金金増やすす悪い物価高収まるまで給付金出すこういうことで全国土浦々にお金が回っていく。みんなが必要なものをより買えるような状態にして、社会にお金を回していって景気を上向かせるっていうことをやらなきゃ、賃金上がる社会なんてできないんですよ。当たり前です。国ができることなんですよ。っていうよりも、国がやらなきゃいけないことなんです。それを経済政策って呼ぶんですよ。とっとと景気を上げ上がれということで、街中でデモをした、声を上げた。みんなもっと政治のことについて口出ししようぜ。 っていいうう空気を広げるたたためにやったっののが今日のデモだったんですねすいません。えっ、ー、と、10名以上の方が令和のことをまだよく知らないってことだったので、でもやってきましただけではなかなかちょっと、えー、不十分かなと思って、どういう趣旨でやったかってことをご説明しました。